こんにちは。さっきですね、カメムシがいました、部屋の中に。まだ寒いからいないと思ったんですけど、もういるんですかね、カメムシ、こんな寒いのに。あまり記憶がないんですが、もしかしたら家の中で卵がかえったんでしょうか。結構デカめのカメムシがいました。外から入ってきたんでしょうかね。ああいう虫とか急に部屋の中で見るとうおーって口で思わず言っちゃうんですけど、誰もいないのにうおーって言ってちょっと恥ずかしいですね。で、外とかでカメムシとか見ても何とも思わないのに、家の中で見るとなんかこう恐怖心がありますね。はい。そしてですね、今日はカメムシと全然関係ないんですけど、3連のアクセント、アクセントのシリーズ、今日3連形3回目ですかね。今日はですね、8小節作りました。それで、2回連続でダンダンとかダンダンって入るアクセントは今回ないです。全部単独のアクセントって言ったら変ですけど、音2個ダダってこうアクセントが続くパターンはないです。ちょっとねやってみますね。譜面がドン、はい、ですね、まあスタートはゆっくりでいいんですけど、僕はいつも80ぐらいからやってます。ダッ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 ですね。まあちょっと一回やってみますか。ワン、ツー、スリー、フォー、はい、こういう形になります。解説します。1小節目、これは前回までにやった、まあ定番の基本の3連のアクセント、最初にやるとまずこれから、これ1小節目です。2小節目、右手のアクセントが2回連続で来る、それを、ちょっとやってみました。ですね、まあ特に難しいことがないと思うんですけど、右手のアクセントとか左もそうなんですけど、こう続くとですね走りがちなので、特にこの右手の2個のアクセントの間に入るこの左手、ここがですね早く入っちゃうことがありますので注意してください。そして3小節目は逆のパターンですね。左手が2回連続アクセント入ります。タッ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 と、4小節目、これはですね、これまた右手に2個入るパターンが組み込まれてるんですけど、右手のアクセントが始まるのが1拍目の3連の音3個目から始まってます。タッ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 、そして5小節目もですね、この左手のスタート地点が変わって2個連続で左手のアクセント入ります。3連符の音2個目から入りますね。トゥッタ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 、1,2,3,4,5、そして6小節目なんですけど、これアクセントの数少ないんですが、まあ分かる人は分かると思うんですけど、音4個に1回アクセント入ってます。3連符に対して音4個で1回入っているのでちょっとトリッキーな感じ、3に対して4で入ってますので、見失わないように気をつけてください。タッタッ、あ、間違った、タッ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 、間違ってませんでした。タッ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 、これを1拍ずつ練習するのか、それとも4つを
4つの塊を感じながら練習するのか、これ難しいとこですけど、僕は僕が自分でやってる時は4つの塊を意識してやるようにしているので、レッスンでは4つの塊を意識してこうやってあったら、タッ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 、1234、1234、1234という形で、感じながらやったらどうですかとは言っております。一拍ずつ取ると、タッ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 ってなるんですけど、そうですね、一概には言えないんですが、こう4の塊をちゃんと意識して、これを4拍にはめていくっていう感じで練習した方が応用が効くかなと思います。それで、7小節目、これも同じですね。この左のアクセントが入ってますけど、左だけのアクセントしかないんですが、これも4つの音が一塊になってます。タッタッタッタ、1234、1234、1234ですね。タッ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 タン、トゥタトゥトゥトゥタトゥトゥトゥタトゥトゥタン、トゥタトゥトゥトゥタトゥトゥタトゥタトゥトゥ、1234、1234、1234。ちょっとですね、ここね、難しいんですよね。4つで捉えた方が僕はいいと思うんですけど、まあ一拍ずつやってできればそれもそれでいいのかなと思いますね。はい、して一番最後の小節は、右のアクセントを2回連続に来るのと、左手のアクセントが2回連続で来るのが、入ってます。タタ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 、というわけでですね、今いろいろと解説しましたけど、やっぱ3連に対して4で進むやつ、これはですね、やっぱ一回ちゃんと覚えちゃうといろんなフィルで使えますので、これ今3連やってますけど、例えば6連で捉えた時に、タタ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 、これに対してタタ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 、これよくフィルでも使われると思いますけど、6に対して4個ずつ進むっていうのもよく使えますので、ぜひですね、1234、5、6、特に6小節目、この右から入るパターンが一番最初覚えやすいんですけど、これで、練習ができるように、練習というか、まあ、4つの塊をで捉えながら、見失わないようできるようになるといいかなと思いますね。例えば早い、まあ、160とかでこう鳴らしてですね、これでこうやってやっても、なんちゅうのかな、4拍子の感覚を見失わないように、ワン、ツー、スリー、フォー、ダダ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 。アクセントの部分だけ口で言ってみたりとか、タン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 、まあ難しいんですけど、なんとかですね、このパターンを、まあ僕のおすすめはやっぱり4つの塊で覚える。そうするとこれ今パラディドルでやってますけど、パラディドルでやったりとか、まああとバスドラ入れて手足のコンビネーションで、タタタと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 タンと、これ3連この速さで、タタタと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 タン、口が回りません。今日はですね、あまり言葉を発してなくて、今何時かな、2時55分なんですけど、今日朝からあんまり喋ってないですね。ずっと家にいたんで、一人で口がまだウォーミングアップが完了してないので口が回りづらいです。タタタと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 タ。あと例えばシンバルでジャタタタ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 ジャン。ドンタンドットダンジャタタタジャタタタジャタタタタ。
口が回りません。これはウォーミングアップができてないというよりも老化現象かと思います。頑張りたいと思います。そういうわけででしてね、80ぐらいから始めて初めて、サンデーのアクセントを練習するっていう方は目標、まず第一目標120でできるように頑張ってみてください。120はこれぐらいですね。タタ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 ン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 タタ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 スピードも速くできるようになってきますので、頭の中に入れておいてください。ゆっくりの時はリバウンド取らなくても大丈夫だと思います。余裕のある人はゆっくりの時からリバウンド取るとそれもまたですねいい練習になるんですね。例えばこれでバーン、バウンド来た、手首で取った、まだ取るぞ、肘で取った、さらに肩で取るぞみたいな、こういう動きも、できるようになるといいかなと思います。そんなにプレーで使うことないですけど、これ大事ですね。こういうの左手もポーン、ポーン、こっちに逃げていく感覚、バウンド取ってこういく感覚、こういうの結構大事なので、やってみてください。今日はここまでです。ありがとうございました。